遊び場で寝てるギョロメちゃん、そこポンポンで遊ぶところとして作ったやつよ。ちょっとうんち乗っかっちゃってるけど、そこで寝てるの？そこがいいの？娘のウィンちゃんと喧嘩したとか関係なしにそこがいいのかな。めっちゃポンポン入ってんだけど、いやそこがいいのかい。あんたうちに来た時も最初ステンレスのマグカップに入る子だったもんね。それちょっと変わったところで寝るの好きなのかな。もう寝るじゃんそれ。ちょっと変わった子や。あそこも含めて可愛いんだけどね。おやすみギョロちゃん。これあれかな、またステンレスのマグなんて入れたらそこで寝ちゃうのかな。娘と喧嘩した感じはないな。多分そこがただ単に好きで入っちゃったんだろうな。動画回したら近くにいる子たちがみんな出てきちゃった。あらあら、じゃあ最後その子たちを落とすか。ちょろ、はい、うちのウィンちゃんです。で特に何もないよ、出てきても。マシュマロくれると思ってるでしょ。あげないよ。そしてパッチ。パッチはもうそれマシュマロくれると思ってるでしょ。あげないよ。あ、ここは真ん中でね、こうやって横はなんかぼかしが入るようになってますけれど、可愛い子ちゃんたちが2人とも出てきた。うちで一番ってか1番2番を争うレベルの甘えん坊2人ですね。ねえウィンちゃん、それ入れないって。お母さんのとこに入ろうとしてんの。え、いや無理でしょ、やめとき。え、入るのあんた。そう、やめとき、ウィンちゃん、それ出れなくなっちゃうよ。いや、やめた。あ、無理だって分かったんだね。ウィンちゃんやめとき。ただお母さん怒んないんだね、そんだけゴソゴソやっても。ちゃんと自分の娘だって分かってんだね。私が指やろうもんだったらジコジコ言うんだよ、キョロちゃんは。自分の娘って分かってんだろうな。それにしてもウィンちゃん、あんたずぶとい性格ね。お母さんとは性格が違うわ。まあ性格はお父さんに似たのかもね、少し。でもお父さんみたいにね、自由奔放すぎはしないんだよね。甘えん坊なんだよね。その甘えたい時は甘えるっていうのは娘ちゃん、お母さんに似たのかな。お母さんのギョロメちゃんもね、自分の気分がいい時は甘えてくるから、この子。ただね、君のように性格がずぶとくなくてちょっと繊細でビビリなのでね、良くない時はジコジコ泣く子ですけども、甘えん坊の時はね、ほんと甘えに来る子なんで。かわいいね、やっぱり。ギョロちゃん。あんたは、あれだね、お父さんとお母さん、いいところを、取得してきたんだね。甘えたい時には甘えて。でも性格はずぶとく。うん。人間と関わるのに、いい感じの子ですね。
変にね、あのビビリの部分とね、あのビビリと自由奔放をね兼ね備えてたら結構もうジャジャ馬みたいになっちゃう大変な状況だったからね。入れないって入れないってそれ無理だよ。中ポンポン入ってるし、え、入った。あんたらそれ出れるのかな。もう出れなくなってるのを見たらすぐ私が避けてやればいいだけなのに、あーでも自分で出たわ、無理だとかって言われたわ。すごい顔してんだけど、ただ眠そうだね。寝な。今日こんだけギョロちゃんとってもチコチコ怒んないね。今日はそこまで気分悪い日じゃないんだね。ご機嫌良くない時はね、ほんとチコチコね言うもんね。あなた気分屋だから今日大丈夫みたいな。てか眠そう。さあ最後他の子ちょろっと見ていこう。あらハロ君が、あっちゃんは後ろ、ハルとウララは出てこないかな。ハル、ウララこれでトントンってやると出てきたりするけど、今日は出てこないかな、寝てるかな。はい、ってことでキョロちゃんの不思議な不思議な寝相でございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンコでした。バイバーイ。